さて第10章入りました。そして現在キークエスト実施中です。今回のキークエストはとっても難しいクエストで、これからやっていけば多分わかると思うんですけど、相当レベルも必要だったり。何？全然盛り上がってない。盛り上がってるマネキンがなんかめんどくさそうな顔してたじゃん。何をやってんの。何やってんの、うん、俺の名前はポペラ、伝説の持ち使い。妖魔界の灰を取り戻すため、それなき俺が倒す。全然分かってないじゃん。こっちの世界はそれなきを知らないのか。え、何をやるつもり。もう言われたらやるしかないね。あ、この雑魚妖怪3体かなら余裕かも。じゃあ行きましょう。あ、ケイタがやられたらダメなんだ。あ、なんださあ今度こそ。あれ HP どうなってる。1になってるってことはないよね。あ、1になってる変ってなんだろう。天が HP 回復ってことか。ここで一気に HP を回復していくってことなんだろうね。あ、来ないで。やばいやばい、来ないで来ないで追いかけっこ追いかけっこ。こうやってやっていけばいいのかな。あ、HP 落ちた。え、こういうこと。そういうゲームじゃないよねこれ。逃げる。あ、HP 落ちた。あ、取られた。来ないで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 。ガッパコンビじゃない。ちょっと危ない。あったあったあった。よし。よしよし。頑張って頑張って。やっぱり他の妖怪交代できないわ。来ないで痛いよ。一発で50ダメージを切るじゃん。みんな HP 玉ちょっと出して。よっしゃ、8ってなんやねん。あ、落ちた落ちた。私が拾う。やったやった。ちょっと頑張る。あ、ダメだ、ワイピンがない。誰も来んなよ。危ない危ない。ギリギリで避けていく。オッケー。今700。よし、なんか落ちたよ。あ、やだ、自分残り1人になっちゃったよ。どうすんの。追いかけこなってる。そういうゲームじゃないのこれ。おっ、ちょっとじゃない、頑張って。お、なんか出てきた、頑張れ。よーし、 HP 回復回復。やべーやべーってなんだよ。何これ変なゲームだわ、ほんと。頑張れ頑張れ。あ、 YP かこれ。 HP 系の食べ物あんまりないね。買わないといけないね。食べ物買うかでもいる。あ、お寿司パックあるじゃん。 OK。 まずノガッパ、よし無駄に体力。あ、回復するんだ。まずいまずい。残念ながら負けてしまいました。よっしゃ、行きましょう。ここで3度目の正直なるか。気持ちいい。よし、決まった。これでまた開けたらちょっとしんどかったね。
無事なんとか勝てました。経験値これだけ、マジかよ。大変だったら経験値ちょっとしかもらえなかったね。よし、そうだね。ということで、ケイタの方のキークエストはクリアしました。でもまだまだキークエストあります。頑張っていきましょう。ここで経験値はどれだけもらえる？1000は届かずですが、夏目、ウリボーなどレベル上がりました。あ、ガシャコインまたもらっちゃった。よし、じゃあ残りのキークエストもやってしまいましょう。次誰行こっか。難易度低い順にやっていきたいね。トーマがむちゃくちゃ難しすぎて、もう全く異次元だったんで。力を伝授とか書いてるね。ちょっと難しそう。ふみちゃんで行くか。鳥ももとかしばてん。鳥いや、頑張るね。バトルすればいいだけ？ああ。眠そうだね、オロチ。さあ。うん。キュンとさせる？もともと確かそういうなんか妖怪だったね。何それ、会話だけでキュンとさせる。できるのか、ロボットにキュンとさせるなんて。いや、ドラえもんはでも猫ちゃんにできてたもんね。ちょっとロボニャー、はい、キュンして。ねえ、ロボニャー、少しだけお話しできるかにゃ。実はあなたに伝えたいことがあるの。あなたのこと改造したいの。ずっと前から好きだったの。あなたに助けてほしいの。改造したいの。ね、全然最短ルートで行かせて。え？ちょろいな、このロボット。猫型ロボってどれもちょろいんだな。上司、マッサージサービスがあって、マッサージ師がうちの会社いるんですよ。その人おじさんなんですけど、そこに行くことは毎回おじかつって言ってます。おじかつ行ってくるねとか言って。あなたつくあたらまくらでモコモコしたいな。ずっと前から好きだったの。え、ずっと前から好きだったのでいいでしょう。ちょろってか寝るなよ。実はあなたに伝えたいことがあるの。ちょっと待って、あなたのことペットにしたいの。あなたに助けてほしいの。ペットにしたいの。ペット、扱いづらいと思うよ。ペットにしたいの。なんかもう獣としか見てないじゃん。何やってんのこいつ。自分で頼んでおいて。やるしかないね。おお、待たせなのフミちゃん、ビクトリアーン。この声出すの本当喉痛めるの。うおお、おいお前ら、今から私と一緒に地獄の修行の始まりだ。ヘタレって呼んじゃうんだから。何？よし、みんなとキュートさせてやるんだから。1,2,3パーン。やっぱりバトルかよ。何この BGM。 さっさと行きましょう。ブリーたち1匹なら倒せるでしょう。クリアしました。ふみちゃん意外と使いやすいかもしれない。これありやな。よし、経験値100だけですが、経験値上がったようです。
必殺の完成だ。お前らならやれると信じてるぞ。よし、無事クリアできました。オッケー、ふみちゃんいいな。今度からふみちゃん操作しよっかな。トーマレベルに使いやすい。お、オロチ仲間になった。助かるぜ。さすがだね。よし、やれやるじゃないか。とのことで、ふみちゃんのキークエストクリアしたところで、本日はこちらで以上とします。次回はさらに他のキークエストもこなしていきます。結構難易度高かったですね。お金貯まってきたな。やっぱりなんか食べ物とか買いましょうね。うどんがすごかった。では本日はこちらで以上とします。ありがとうございました。